んばんは、まいりんです。私はニカラットのキュービックジリコニアのリングとシャンパンピンクのバングルがお気に入りです。私はアクセサリーに合わせてジルネイルもゴールドとピンクにしました。私はグランベールの青モイストオイルもお気に入りです。私はイオントリートメントアイマイナスもお気に入りです。私はイコオイルインミストもお気に入りです。私のヘアスタイリングは夜から始まり、入浴し、タオルドライし、青モイストオイルの使用目安を基準に毛量に合わせてアウトバストリートメントとして使用しています。手のひらと指の間で青モイストオイルを伸ばし、頭皮につかないよう中間から毛先にかけて髪になじませ、ドライヤーでしっかりと青モイストオイルを乾かした後にアイロンやコテを使用しました。青モイストオイルは選び抜かれた6種の天然植物油であるマカダミア種子油とバオパブ種子油とオリーブ果実油とシア油とわさびの木種子油と香ば種子油が配合されているため、髪をきれいにしっとりさせてくれます。髪のまとまりが翌朝まで続くので、朝はさっと髪を整えるだけで良くなり、今まで髪と格闘していた時間が嘘のように思えます。もし気に入っていただけたら、チャンネル登録よろしくお願いします。